続く。聖者よ、逃げずに戻ってくるとは良い心がけよな。では戦いの続きを始めようぞ。くだらない。俺のやり方をよく見ておけ。ゲームに集中することも大貴様ら、真の絶果てなき総空は全てを知る。あなたと遊べるなんて光栄だわ。頑張りましょうね。あんたの実力。自分の番を待って。お店ゲットね。うん、幸先のいいスタートだわ。うん。何をぼさっとしているんだ。神殿って落ち着いた気分になれるから不思議ね。あなたもそうなんでしょ。何かによ。賑やかな場所は苦手だが使えるも。このお店からどんどん大きくしていくの楽しみだわ。よし、これで2つ。まだいい。この絶望の釜に斧が。用事はさっさと済ませるか。俺の作戦が気になるようだな。ところにスイッチ。やったわ、レベルアップ。運が向いてきたのかも。スイッチ。これで2件か。へえ、うん。さて、やるか。このカードとチャンスを生かすも殺すも自分次第だ。思いっきり投げたら。はっ、はあ、儚き聖者の分際で。やがては全てを闇に封印してやろう。すぐに型をつけてやる。やっぱりゲームはこうしてみんなで遊ぶのが一番よね。
生きとし生けるものは全て死からは逃れられるのだ。死に見入られた関所、ここを通るたびに貴様らの金と魂が削られてゆくのだ。そうせかすな。これでまた最強の剣士に一歩近づいたな。心の底に潜む恐怖を打ち払うことができる限り我には勝てぬぞ。この地は冥王の支配下となった。さあ己が魂を捧げに来るがいい。何も考えない。店を情け。それハッスルハッスル。到着っと。我には見え。聞こえる。悪いな。さて次。二軒目ね。何も知らぬ。さて、やるか。ここからが本番だ。覚悟はいいか？私ね、今もうすっごくドキドキしているわ。さあ死へのカウントダウンを始めるとしよう。今はまだ増死の時期ではない。
やがて来る決戦のために力を蓄えておくとしよう。甘いな。俺の動きを関所なんかで封じられると思ったのか。じゃあ行くか。安心してね。たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。敗北した者にはその命を差し出してもらうとしよう。すぐに型をつけてやる。わが、こいつ。我が輩の訓練は愛の、目標の見せ。ちょっと、はっ、無駄遣いは良くないわね。貴様らごときがこの我、銀行場に泊まる。やるからには勝たせてもらう。分かってないようだから。我が輩の、いい目が出ます。我この勝負。我が輩のグズグズす。楽ちん楽ちん。こんなヘナチョコ。こいつドラゴンみたいに。次はどこをお休みにしようかな。思いっきり投げたら。やったわ、レベルアップ。
雑巾何に覚えて、俺は暇じゃないんだ。はっ。勝つためには手段は選ばない。お前だってそうだろ。うわあ、我が輩の番。やっぱり。このエリア、こんなに私のお店ができたんだから、我はこの増大し死ぬ。一流の剣士の剣さ。我が輩がどの店を休みにするか。ようやく一つ目。さあ、二つ目はどこ？どこなの？はっはっ！ねえ、今更だけど。冥王とは。このような脆弱な店で我を倒そうとは、片腹痛い。もうあなたに期待してた私がバカだったわ。俺は相当強いぜ。こんな稼ぎじゃ話にならないな。僕の番だね。じゃなかった。我が輩が貴様らの店を休みにしていくぞ。はい。この店を休みにしても貴様なら乗り越えられる。信じているぞ。我が輩がどの店を休みにするか教えてほしいか。やっぱりダメ。さて次は。よし、あれ狙っちゃおう。うん、これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。また一歩貴様らの死ぬ時が近づいたぞ。レベルアップか。まあよい。今のうちに悪あがきをしておくのだな。悪いな。先を急ぐんだ。
っかくもらったお金大事に使うから安心して。儚き聖者の分際で。お城にぴったり入れるとすごくいい気分になれるよね。そうせかすな。いい勉強になっただろう。これが一流の剣士の戦い方だ。マークはあと一つね。わあ、なんだかワクワクしてきた。はっ、貴様らは危険な存在、一人たりとも生かしてはおけぬ。体毛を成就させるにはまだ店を手中に収めれば。我から逃げるのか。いいだろう、やってみるがいい。無駄なあがきでしかないがな。この勝負さっさと片付けさせてもらうぜ。戦いを有利に進めるなら、時にはスタート地点を振り返ることも重要だ。ちょっと、このダイスって大きすぎない？はっは！思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。さあ、死へのカウントダウンを始めるとしよう。くそ、あんたが俺の株を狙うとはな。俺は暇じゃないんだ。さっさと済まそうぜ。今はまだ増資の時期じゃないな。マークが揃ったんなら遊んでる暇なんてないわ。お城までとにかくダッシュよ。はっ、はあ、貴様、真の絶望を教えてやる。聖者風情が我を陥れるとは、こしゃくな。あんたの実力はどうなんだ？俺は結構鍛えているつもりだぜ。いいぞ、これで戦略の幅が広がった。苦労があるからこそレベルアップも嬉しいのよね。はっ、これだけ期待してるってことよ。頑張って株価上げてね。木の根が獅子を絡め取り、命を吸い取り、冥界に送る。それが我の木の見せよう。
その安堵に満ちたか、まるで我が店に死の影でも見たようだな。じゃあ行くか。戦いはまず位置取りから。兵法の基本だろ。いい目が出ますように。休みじゃ仕方ないわ。おのれ、やるからには勝たせてみよう。もう、はみんながこのエリアに迷惑してるのよ。悪いんだけどね。心の底、迷惑。俺は相当はっ。自分の番を待ってる時間がすごくもどかしいわ。はっ。順調順調。この調子でどんどん行くわよ。残りの店は全てこの冥王のもの。貴様らには指一本触れさせぬ。我に立ち向かうとは威勢の良いことだが、貴様の店など何の役にも立たぬぞ。ダイスとの相性が悪いようだな。残りのお店はい。貴様らご。運も実力のうち。もうこれだけしかお店ないの？ぼやぼやしてられないわね。
レイダメテスが落ちて500年を空飛した我にとって待つことなど何ら苦ではない。あんたがいくらレベルアップしたところで俺の強さには追いつけないさ。ジタバタしても無意味だ。増資ができるまで待つとするか。安心してね。たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。嬉しいんだけど、株だと儲かったっていう実感があんまり湧かないわね。ほう、増資できるかできないかはダイス次第というわけだな。さてと。思いっきり投げたらいい目が出るのよ、きっと。はっ、うん、これくらい安ければ気分よくお買い物できるんだ。焦る必要などない。ただ待てばいいのだ。増資するにふさわしい時を。残る店はあそこ。さてと、次はどの店を狙うかな。勝負って何があるかわからないから面白いのよね。我には見える、死に怯える貴様たちの姿。別に世話になっちゃいないよ。とりあえず礼は言っておくぜ。こんなヘナチョコの相手しかいないところに。ちょっと、このダイスって大きすぎない？はっ！さあ、死へのカウントダウンを始めるとしよう。どうやら急いだ方が良さそうだな。いい勉強になっただろ。これが一流の剣士の戦い方だ。グズグズするのは嫌いなの。ちゃちゃっと行くわよ。
また一歩貴様らの死ぬ時が近づいたぞ。一流の剣士の剣さばき、お前に見切れるか。私ね、今はっ我はこの場にいる者、何も考えずにはしゃげるやつ。周りに人がいるのがなんだか不思議な感じだ。いつも一人だったからな。いい目が出ますように。それこの冥王、店が少ないぐらいで取り乱したりはせぬぞ。なんだこの気だるいような感覚は。嫌な予感がするぜ。さてやるか。情けない店だぜ。さあ急いでお城に戻らなくちゃ。駆け足よ。はっうん、我に立ち向かうとは。あなたって頼りになるわ。さすがね。この勝負さっさと片付けさせてもらうぜ。早いとこレベルアップして次行くわよ。次全て死からは逃れられぬのだ。この冥王に忠誠を誓うため自ら現れるとは良い心がけよな。俺から分け前を取ろうなんて
いい度胸じゃないか。よし、マーク集め完了だ。さっさと銀行城を目指すぞ。情けない店だぜ。やっと私の番ね。はっ、あ、思ってたより安かった。覚えておくがいい。このような脆弱な店で我を倒そうとは片腹痛い。やるからには勝たせてもらう。こんなもんでいいのか。それハッスルハッスル。はっ。このような脆弱な。すぐに型をつけてやる。思いっきり投げたらいい目が出るのよ、きっと。はっ。はかなきせ。俺のレベルアップがそんなに怖いのか。情けない店だぜ。マークもあと半分。我はこの場にいる。じゃあ行くか。さて次は。はい。覚えておく。あんたの実力。どうした、足がすくんだか。ちょっと。はっ。ラッキー、みんなどんどん買い物してよね。貴様らは危険。とりあえず。弱い奴には興味ない。気合い入れてかかってこい。
勝ちたいの。ごめんね。はい。私のお店オープン。みんなどんどん来てよね。貴様らごとき。これが青い閃光と呼ばれた俺の実力だ。攻撃は最大の防御だ。兵法を知らないあんたでもこの意味ぐらいわかるよな。ちょっとこのダイスって大きすぎない？さあ我に立ち。レベルアップおめでとう。あなたはどのスキルをアップさせるつもり？マークは。はっ！くっ！ふっ。思いっきり投げたら。はっ！ふっふっ。利用しちゃったみたいで悪い気がするけど感謝してるわ。これも戦略だ。悪く思うなよ。これはハンデだ。お前たちでは弱すぎて相手にならないからな。安心してね。みんながこのエリアに迷惑してるのよ。悪いんだけどね。心の底に潜む恐怖を打ち払うことができぬ限り我には勝てぬぞ。こんなところよりもっと先に行くところがあるだろう。わざわざ休みの日に泊まるなんてご苦労なことだな。値上げするとはいい度胸だ。いい目が出た。生きとし生けるものはす。
俺は相当強いぜ。負けても泣くなよ。こんなもんでいいのか？自分の番。はっか！みんなの分け前、遠慮なくいただきます。我には見える、死に怯える貴様たちの姿。おお、魔力があふれるようだ。よもや増子にこれほど力があるとはな。生かすな。いい勉強になっただ。もう絶対に逆転してみせるんだからね。はっ。貴様ら、真の絶望を教えてやろう。何も考えずにはしゃげるやつが羨ましいな。グズグズするのは嫌い。はっ。自分の身は自分で守ら。礼を。銀行場にピタリと到着したぐらいで浮かれるとは、聖者の考えることは理解できぬな。さて、やるか。私驚きよ。みんながこんなに強かっただなんて。我には見える、死に怯える貴様たちの姿。俺は暇じゃないんだ。さっさと済まそうぜ。
私の番ね。ガンガン行くわよ。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。まだ倒れるわけにはいかない。我には全世界を闇の封印に落とすという大謀が。みんなあなたのためにお金を出してるんだから無駄遣いしちゃダメよ。一流の剣士の剣さばき、お前に見切れるか。情けない店だ。いい目が出ますように。それはっ、なかなかやるではない。さて、つっ悪いな。まだ、いけないいけない、私ったら。はっ、こんなヘナチョコ。情けない店だぜ。私ね、冥王とは、大いなる闇の根源は株価にすら影響を与えるのだ。この勝負、やっぱり。すぐに型をつけてやる。思いっきり投げたらいい。貴様らごと。このような脆弱。
いい？便利なカードだからって怠け癖つけたらダメよ。なんだあれは。甘く見ると痛い目に遭いそうだ。もう。そうせかすな。情けない店だぜ。地上を這いずる聖者ごときが我を追い込むか。あんたはもうゴールできるのか。いや、面倒なことになりそうだな。俺は相当強いぜ。負けても楽なの。安心してね。たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。はっ。覚えておく。何人たりとも力は逃れられぬ定めなのだ。すぐに次の戦いが始まる。勝利に酔いしれるのは今だけにしておくんだ。悔しい。勝負なんて勝たなきゃ意味ないのに。貴様らの根拠は計り知れぬ。だが次はないと知れ。
だがゲームだ。でも俺はもう負けたくなかった。失うものが大きすぎるからだ。